スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、関心の未来へのチャレンジ。はい、皆さんこんにちは。いつもスモールさんインターネットラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。毎月第1火曜日は第一勧業信用組合が関心の未来へのチャレンジをご提供いたします。本日は第37回目の放送で、第一勧業信用組合理事長新田信之とゲストに公益財団法人パブリックリソース財団理事長久住剛様をお迎えして、事業内容や東京ソーシャルビジネスアクセラレーターについて伺ってまいりたいと思います。本日のアシスタントは私、第一勧業信用組合松本みどりが務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、第一勧業信用組合の理事長の新田でございます。今日はね、私の大変尊敬するパブリックリソース財団の久住理事長様にお越しいただきました。久住さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。はい、それでは最初に久住さんどうですか。はい、久住さん、あるいは財団さんのちょっとご紹介について、いかがでしょうか。はい、わかりました。はい、私は実は去年までは神奈川県庁というところに勤めておりまして、三十数年間公務員をやってました。はい、でその傍らで、ボランティアとして今は NPO なんて言葉は誰でも知ってるんですけど、はい、NPO を日本に紹介するとか、はい、ですからその NPO の制度、あるいはその NPO をどういうふうにして育てるか、はい、そういう仕組み作りについて、1980年代から90年代にかけて調査研究を、はい、これもボランティアとしてやってたんです。本当長いですよね。もう長いですね。草分けですかね。そうですね。はい、で、今のこのパブリックリソース財団は、はい、その前身が2000年に作った、はい、NPO 法人のパブリックリソースセンターというものなんですね。はい、でその後2013年、に公益財団として、はい、再スタートしたんですね。はい、で財団というとどんなもんかなって思われるかもしれません。簡単に申し上げれば、はい、皆さんから、これは個人の方、あるいは企業の方、はい、そういう皆さんからお金を、寄付をお預かりするんです。はい、でそのお預かりした寄付を基金という形の、お金の塊にいたします。はい、でそれをそこから今度は例えば NPO であり、あるいは今日お話をする社会的企業というようなところ、はい、そういうところに助成金を出したり、あるいは奨学金ですね。はい、奨学金として、子どもたちにお金を出すなんていう作業をしてるんです。はい、ですから大きなお金の塊があるというよりは、皆さんからの寄付をお預かりして、その志を社会の中で形にしていく、そういう財団なんですね。高度成長時代からね、はい、今成熟社会に入っていく中で、はい、ますます何かこういった活動っていうのは、うん、その重要性とか社会的な意義っていうのは、どんどん高まってるんじゃないかな、そういうふうに思うんですけど、はい、まさに信用組合が、その実際に地域でいろんな活動を支えられてきているように、はい、やはり我々もある意味ではその地域の中でさまざまな活動をしている、社会的な活動をしている人たち、はい、そういう人たちの活動を支えるっていうのが我々の仕事なんですね。はい、ですからそういう仕事って普通だとこれは行政、私も行政の中にいましたけれども、はい、政府や自治体が行うっていうふうに思うかもしれませんけれども、どん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 やっぱり新しい社会的な課題が出てくるわけで、はい、そういうものを救い取っていくためにはやはり民間の力、あるいは、はい、どういうんでしょうね、行政以外のそういう力がどうしても必要なんですね。そうですね。それが今理事長おっしゃったように、そういう課題がどん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 新しい課題が出てきてます。はい、ですから信用組合の皆さんや我々のような財団がその地域の新しい課題に対応していくというのが、まさに今時代が求めていることだと思います。いや、嬉しいです。はい、そしてすいません、コマーシャルを挟みまして、その後ね、具体的な活動内容、そういったことも含めて、お話をお聞きしたいと思います。はい、綺麗、気持ちいい、心地いい。
住まいから笑顔を作り出す。宝工機はそんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで、お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。関心の未来へのチャレンジ。はい、それでは初めにパブリックリソース財団さんの事業内容について詳しくお伺いできますか。はい、お願いします。はい、わかりました。先ほどまあ簡単な話をしましたけれども、まず寄付をしていただく方っていうのは、はい、大変今増えてるんですね。あ、そうです。これは個人の方でも、はい、あるいはこの企業の皆さんでもですね、はい、どういうんでしょう、自分の思いをその形にする上で、その社会貢献の一環だと思うんですね、はい、だから寄付っていうのが誰かのためにしてるっていうよりも、ご自身あるいはまあ企業さんの、うん、にとって の、その社会貢献の一環だという感じがまずしてます、はい、で最近はそういう寄付もですね、まあ、生きてる方が寄付をもちろんする方もいらっしゃるんですけども、はい、お亡くなりになった後に遺言書を書かれていて、はい、そこの中に、まあ、これは遺贈っていうんですけどね、はい、遺言によって寄付をなさる、はあ、こういう方も増えてます。はあ、もう週に何回か何件かそういうご相談をいただくこともある、あります。ありがたいですね。いやもう我々始めたもう6年経ちますけれども、最初の頃はそれほど多い数ではなかったんですね、はい、でも今は本当に、週に何件かっていうふうに申し上げましたように、つい最近もかなり、多額の、いわゆる遺贈ですね、はい、先ほど申し上げた遺言によって寄付をなされたいというお話が来ておりますし、で、それがまず入ってくる側ですね、はい、そこで先ほど申し上げたように今度は基金というのを作るんですけれども、はい、例えば環境問題の、関心のある方の基金、はい、それから女性の活動を応援したいという基金、はい、あるいはこの地域ごとに、これは皆さんと同じ信用組合で、はい、魚沼に塩沢信用組合という、はい、仲良くさせていただいております。そうですよね、はい、その塩沢信用組合の皆さんで作っている魚沼の未来基金というのがあります、はい、これはその地域の、一人親の家庭のお子さんに奨、学金を出すという、はい、そういう事業をその基金の中から、はい、毎年今だいたい5、600万円の基金がお金寄付が集まって、はい、そこから子どもたち今年からもう60人ぐらいの子どもに奨学金を出しています。一方では福島にやはり大きな基金があります、はい、これも福島の未来基金というのがあるんですけども、はい、これは30年後の福島、福島まだまだ、震災の復興、十分進んでないところもございます、はい、でそこにそういうところで活動している NPO、はい、あるいは社会的企業の皆さんに助成金を出す、はい、これは1件300万円のものと1件100万円のものがございます、うん、で地域の中でいろんな活動、この地域を支える活動ですね、30年後の福島が輝くような活動をしている皆さんに、お金を助成するというようなことをやっております。今ね、地方創生でも本当に、苦労されている方多いん で、心強いですね、そういったような、い、はい、そんな通りだと思います、はい、我々先ほども申し上げたように、行政が行き届かないところ、行政の手が届かないようなところのやはり活動に、支援をする。でそれによって今おっしゃったように本当の地方創生、地域が生き生きとしていく、はい、でそこで住んでいる人たちも輝いていく、そういうことが我々の、お手伝いしている中身だというふうに思ってます、はい。よくね、昔上杉鷹山ですかね、自助共助公助と、そういう中で、お役所の仕事っていうのは公助なんでしょうけども、はい、やっぱりこの自助だけじゃできない共助の部分、ね、これは日本のなんか昔からのすごく素晴らしい文化だと思うんですけど、なんかそれを本当今の時代にね反映されているような、なんか伺っててそんな感じがしましたけども、まさに新田理事長がなさっているその信用組合の理念
まあ、そこもある意味では共助だと思うんですけど、はい、我々の財団のやっぱりポリシーもやっぱり共助、はい、共に助け合うっていう、はい、そういう形だと思っています、はいはい、あれですか、寄付する先をいろいろ、まあ、はい、これ社会的なインパクトとか、まあ、インパクト投資なんていう言葉は企業ではよく言いますけれども、この辺のところを判断するっていうのもこれ結構難しいんじゃないかと思うんですけども、その辺はいかがですか。いや、おっしゃる通りだと思います。まあ、我々実はその2000年に NPO からスタートして、はい、この20年余りの中で今言われた寄付をどこにしたらいいのか、あるいは寄付をすることによってどの団体に寄付をすれば社会的なまさにインパクト、はい、社会的な効果が生まれるのかという、まあ、そういうものを実際に計測をしたる、まあ、計測というのは評価をする、はい、そういう仕組みを今まで、順々に、まあ、積み上げて、はい、そういう今仕組みを持っております。あ、だから評価の手法、社会的インパクトの評価手法という意味では、はい、これイギリスなんかが発祥の地なんですけれども。あ、そうですか。はい、やはりそれの国際認証も我々取っておりますし、やっぱりあとは寄付適格性評価っていうちょっと難しい言葉ですけど、はい、どこの団体に寄付するのがふさわしいかというものを、うん、まあ、スクリーニングする、なるほど、チェックするっていう仕組みもこの間に、作ってきてるんですね。あ、だからそういう専門的なやはり知識あるいは技量、そういうのがやっぱりないとですね、せっかくお預かりした寄付が生きないわけですよね、これはだから信用組合であればやはり、組合員からお預かりされたお金をより有効に使われる、はい、考え方なんじゃないでしょうかね。まあ、私どももね、まあ、最近やっぱりこうどこに融資するのか、うん、まあ、このあたりっていうのが昔はまあ帰ってくればいいやというのがやっぱり最近 SDGs だったりとか、うん、やっぱり単に返済ができるっていうだけでなくて、それが社会的に役に立つのか、まあ、まあ、そんなことをね、まあ、取り組み、ようやく取り組み始めたとかな、そういう意味じゃでもはるかになんか先をね、もう言っておられるんじゃないかなと思って。いや、でもやはり信用組合あるいは金融機関の中では、はい、第一勧業信用組合さんというのはやっぱりその社会的な事業、社会的な課題に目を向けられているという意味では本当にパイオニアだというふうに私どもは拝察しております。はい、まあ、本当に世の中がね、やっぱりそういうニーズって言いますかね、うん、誰かがやっていかないといけない時代になったのかなっていう、はい、うん、まあ、ぜひね、本当一緒にこうやってね、ご一緒できること本当に嬉しく思っているんですけどね。こちらこそ本当に嬉しいと思っています。はい、昨年の9月でしたね、連携協定も進められたのが、はいはい、なんかもう早いもんでね、うん、はい、随分経ちますよね。でもこれも本当に新田理事長の、まあ、判断がものすごく早くて、お目にかかってもすぐにその協定を結ぼうじゃないかっていう話、はい、あるいはその社会的な課題を解決する上で共に手を組もうというふうに我々に声をかけていただいたっていうのは本当に嬉しかったです。いや、こちらこそね、僕らは自分たちだけじゃ、うん、さっき言ったようなこのインパクト評価、うん、そんなノウハウもないし、うん、どうしたらいいか分かんない部分がたくさんありましてね、やっぱりまあ、パブリックリソースさんとの連携がある意味で私どものこの社会的課題解決に向けた多分第一歩だったんじゃないかなって、まあ、本当に感謝しております。いや、ありがとうございます。はい、もうこれまでも実際に NPO だとか社会的企業と言われる人たち、はい、まあ、その活動の現場をですね、はい、職員の方、理事の方と一緒に見て回るとか、はい、まあ、そういうこともさせてきていただいてますし、本当にしかも職員の皆さんすごく熱心なんですね。これも新田理事長の、まあ、ご指導の賜物だと思いますけれども、本当に熱心にいろんなところに顔を出してくれて、でもうこのまだ1年経ちませんけれども、はい、相当いわゆる NPO だとか社会的企業とのお付き合いというのを、はい、この第一勧業信用組合の職員の皆さんが実際にもう結ばれてきているというのがもう目に見えて分かります。はい、それ入ります。ね、じゃあすいません、ここでコマーシャル入れて、うん、この後未来に向けてね、ぜひお話をまた続けていきたいと思います。はい、メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。
大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。私は毎日歩く。藤子さん、こんにちは。町のみんなを幸せにしたい。積極的に買い取りいたします。おい藤子さん。はい、藤子さんです。収益不動産ドーンと売ってください。関心の未来へのチャレンジ。はい、それでは5月23日にキックオフをいたしました東京ソーシャルビジネスアクセラレーターについて詳しくお伺いできたらと思うんですけれども、はい、はい、お願いします。一緒に頑張りましょうね。そうです、はい、ぜひもう、 もうスタートしましたんで、はい、このまずソーシャルビジネス、それからアクセラレーターって、はい、まあ、横文字が並んでますけれども、ソーシャルビジネスってのはこの間何回かお話ししたように社会的な課題を解決しようということを目指して、はい、そのビジネス的な手法で、その、課題解決に、取り組んでいる、はい、これは NPO であったり公益法人であったり、あるいは企業の形を取っている場合もあるんですよね、はい、ですからそういう人たち、それが社会的、企業と我々が呼んだりするんですが、はい、そういうものを全体くるめてソーシャルビジネスというふうに呼んでいます、はい、からもう一つアクセラレーターってこれ何だろうってことなんですけども、はい、まあ、車のアクセルを踏むようにですね、やっぱりその事業を始めて、これなかなかそのスタートしても軌道に乗るまで時間がかかったり、はい、いろいろご苦労があるわけですよね、はい、でそういうものの、まあ、ある意味じゃ後押しをする、はい、下支えをして、まさにアクセルを一緒に踏んであげるというのが、はい、ある意味でこのアクセラレーターの中身なんですね、はい、ですから今回この第一産業信用組合さんが主催という形でこの東京ソーシャルビジネスアクセラレーターというのをスタートできたというのは、はい、本当に素晴らしいことだと思います。 ありがとうございます。金融業界で多分ねこれ初めてなんですよ、うん、まあ、今までいわゆる創業支援というアクセラレータープログラム、これも実はアメリカから比べると日本って少ないんですけども、うん、それをさらにソーシャルビジネスでやろうと、まあ、これはね本当にパブリックリソースさんとのねこういう出会いがなければ僕らできなかったことなんで、いや、でもよくそういう英断を下されたというふうに思いますし、で今回はもう一つ我々の、まあ、仲間でもあるんですけども、はい、プラスソーシャル、インベストメントさん、はい、まあ、彼らはそういう社会的な企業に投資をしているところです、はい、で、まあ、我々は先ほど申し上げたように助成金を出したり、はい、寄付を出す、で、信用組合さんはこれは融資をなさっているという、はい、まさにその、資金的な支援をしている3つの団体がタグを組んでこのソーシャルアクセラレーターをスタートするっていうのは、まさにリーチおっしゃったように全国で日本で初めてのことだというふうに思います。やはり、ね、まあ、ソーシャル、まあ、やっておられる方、やっぱお金困ってる方多いですよね。すごく志が高くて、まあ、実際社会的意義も高いだけど、目の前のお金でやっぱり苦労されてる、はい、まあ、そういう中で、まあ、やっぱり寄付と、まあ、出資と融資と、まあ、多分、まあ、お金の出し方ってこの3つぐらいしかないと思うんですけども、 できればやっぱそういった人たちが、うん、よく国の補助金なんか頼りにすると補助金がなくなっちゃうと倒れちゃったりするんで、うん、自走できる、そんなにバカみたいに儲かんなくてもやっぱり自分の足でこうね持続可能な、うん、まあ、そういうものにできたらいいなと思うんですけども。その通りですね、はい、まさにソーシャルビジネスっていうのはものすごく大きなお金が儲かるっていうものではないと思います、はい、まあ、逆に言えばなかなかその、採算が合うようになるのに時間がかかったり、これは考えてみれば分かるんですけども、相手が例えばお年寄りであったり、はい、あるいはホームレスであったり、あるいは、障害をお持ちの方とか、あるいは先ほど申し上げた貧困家庭の子どもだったりしたら、まあ、時にその人たちからたくさんのお金をフィーを取るわけにはいかないですよね、はい、ですからまさに第三者的な支援のお金がどうしても必要になります、はい、それからとはいえそのビジネスとして回していくとですね、やはり社会的な課題がしっかり見据えられていれば、はい、これは持続的に継続的に地域を良くしながらその会社としてもあるいはその組織としてもずっと持続していく、はい、だからそういうある意味では投資先であり融資先になっていく、はい、そういう可能性が十分ある
それがソーシャルビジネスだというふうに思ってます。はいはい、私どもね、地域の、まさに町の信用組合金融機関なんで、町が社会問題だらけになったり、ね、あるいは町がどんどんシャッター通りになってさびれたり、あるいはスラム化したりって、これ私どもにとってもまさに人ごとではないんですよね。そういう意味で町が元気になるってこと自体がやはりこれがバリューだと思うんですけども、そういう中で不可欠な、活動なのかなっていうふうに思うんですけども ね、今回のソーシャルビジネスのアクセラレーター、今ちょうど、その参加者、参加する、これ個人でも今回いいっていうふうに考えてるんですよ、そのまさに今言われた社会的な課題を解決していく、地域の問題を解決したいと思っているそのビジネスアイデアを持ってらっしゃる方に、ぜひとも参加してもらいたい、そういうふうに思っています。そうですね、結構ね、最近いろんな学校行ったりとか、いろんなこういった方と接してると、なんか若い人で素敵な人多いですね。最近の若いものなんて私全然思わないですねおっしゃる通りだと思います。今若い人で、どうでしょうね、社会的な課題にちゃんと目を向けて、しかもそれを持続的にビジネスとして解決していこうという、そういう夢と、それからそういうビジョンを持った、そういう若者は多数いらっしゃいます。と同時にですね、例えば退職をなさったぐらいで定年退職しましたっていう方々でも、結構新しい事業を起こしたいという方いらっしゃるし、あとは女性ですね、やっぱりこれはもう地方でもそういうことがたくさんあるんですけれども、東京の中でも新しい社会的なビジネスをスタートする、そういう女性の皆さんたくさんいらっしゃいます。最近ね、SDGs バッジをつける人がだんだん増えてきましたけども、まさにサステナブル、そうですね、これも、誰一人取り残さない、で、包摂的で多様性な社会、これが、SDGs の理念だと思うんですけども、まさにこういう、ソーシャルの話っていうのは今のそういう世の中の動き、本当にこう一緒の方向を向いてるなっていう感じがするんですけど、そういう意味では第一勧業信用組合さん、そういう SDGs のちゃんと宣言もなさって、しかも宣言だけじゃなくてそれを実体化する、実際に具現化するっていう意味で、今回のこのソーシャルビジネスのアクセラレーターはまさにその最たるものだというふうに思いますし、また同時にこれまでそのソーシャルビジネス向けの融資のプログラムももう作ってこられましたよね、これももういわゆる金融機関としてSDGs をちゃんと形にしているという意味で、私は大変素晴らしいことだというふうに思っています。ありがとうございます、世界を見渡すと実はこういう金融機関ってたくさんあるんですね、例えば有名なところで言うとマイクロファイナンス、ユヌス博士のグラミンですとか、私どもが入っている世界のこの GAVB っていうアライアンスでは素晴らしい金融機関がたくさんあります。そういう意味では日本もね、負けちゃいられないなっていうか、むしろ日本がやっぱそういうのを、どんどんこうね、世界の最先端でやっていけたらいいなっていうふうに思いますけれどもね。前にこれは理事長に伺った話だと思いますけれども、そういう社会的な課題に取り組んでいる銀行、あるいは金融機関っていうのは、いわゆる世界のいわゆるメガバンクなんかに比べても、いわゆるその経営的な意味では非常に成績がいいっていうふうに聞いてますが、やっぱりそれもやっぱりそういう社会的な課題に関わるんでしょうね。そうですね、これは国によってね、やっぱりその金融リテラシーの差はあるんですけども、例えばヨーロッパなんかだと、そういう機関って、無利子でも預金が集まるんですよ。寄付ではないんですけどもね、別に社会的な町のためになるんだったらば利息いらないよっていう、あとそういう金融機関もこの経済の流れの中で業績が苦しくなる時期もあったりするんですけども、ある銀行なんかは地元の人が寄付でその赤字を埋めてしまった。ほう、すごいですね。ここまで来るとね、僕らまだまだなと思いますね。うちが苦しい時に寄付してくれる人いるのかなって思うとね、それはいいんですけども、いやいや、やっぱりそれぐらいの気持ちで僕らは地域の、お客様からやっぱり、あそこが必要なんだと、というふうに思われる存在に、なるほど、それがある意味でサステナブルなのかな、そうですね、こんなふうにも思うんですけど、ですから今回のこういうソーシャルビジネスに対するある種の支援ではあるんですけれども、これは決してなんて言うんでしょう、困った
困ってるところを助けてやろうとか、はい、そういうことでは、まあ、後ろ向きなというかね、はい、そういうことではなくて、むしろ今理事長おっしゃったように地域をより豊かにして、はい、そこに新しいソーシャルビジネスがたくさん芽生え、はい、育っていく、でそれによってその地域が元気になるっていう意味で、はい、まさにそのサステイナブルな地域を作っていく、はい、これはもう信用組合本来の使命そのものだと思っているように思いますよね。本業そのものだと思ってます、ね、はい、うん、私たちの存在価値でもあるんで、うん、まあ、本当にそういう意味でご一緒できるのがもう嬉しくて、今から今もね、ワクワクしてます、ね、いやいや、こちらこそ、はい、まあ、我々も本当にその目指すところ、はい、そのミッションが一致してるなっていう感じがいつも理事長と話していると感じるところです。はい、はい、じゃあすいません、ここでコマーシャル入ります。感動のない経営は僕は経営じゃないんじゃないか。人の時代になりますから、農耕民族的な人を大事にする金融機関でありたいなと。関心の未来へのチャレンジ。はい、それでは東京ソーシャルビジネスアクセラレーターの今後の具体的なスケジュールについてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、先ほど申し上げたように5月の23日に、まあ、この募集をスタートさせました、はい、でこれが、この後ですね、6月の11日と6月の20日、うん、この2日間にですね、説明会をやります、うん、やっぱりですね、はい、ソーシャルビジネスアクセラレーターって何だろうなってやっぱり分からない方もいらっしゃるので、はい、それをこの、2回にわたって11日と20日に、開きます、はい、でその後、公募の締め切りは、5月の、最初の週の金曜日、7月の、5日に、はい、これが締め切りになります。でその後、書類選考だとか面談の選考などをやってですね、最終的に8月の29日にコンテストを、これ公開のプレゼンテーションを含めたコンテストを開きます、でそこで最終的に今は5つの団体、まあ、これは企業さん、あるいは場合によっては個人もあるかもしれません、はい、そういう皆さんを選ばせていただく、そういう手はずを今考えています、はい、でそこから、今度は9月になりますと、9月、10月、11月とこの3ヶ月間、これはメンタリングっていうんですが、はい、メンターといっていわゆる、お手伝いをして、はい、まあ、相談に乗ったり、あるいは経営のアドバイスをしたりという方々を、実は専門家を用意してあります、はいはい、ですからその、選ばれた5人の方、あるいは5つの団体の方とそのメンターが一緒になって、その3ヶ月間で先ほど申し上げた経営を軌道に乗せていくための具体的なアクションプラン、はい、どういうふうにやっていくかというのを、もう膝詰めで、煮詰めてもらいます。その時には第一関業信用組合の職員の皆さんにも一緒に参加していただいたり、私もメンターで入ります。あ、ね、ぜひそういう形で、ね、応援をしていただいて、で、まあ、3ヶ月間進みましたら、そのどのぐらい、その事業のプランが、ブラッシュアップされたか、はい、磨かれたかというのを、今は12月の、まあ、真ん中ぐらいでしょうかね、はい、改めてその公開のプレゼンテーションで皆さんにそれをご披露する場面を、はい、用意しようと思います。楽しみですね。で、まあ、そういうものを通してですね、これは今まで、第一関業信用組合の職員の皆さんと議論をしている中で、単に選ばれた5つの団体だけではなくて、はい、ここに応募してくれた皆さん、これもそういう皆さんとはぜひとも末永くそのやり取りをしながら、はい、フォローアップをしていくというお話が職員の皆さんの方から出てまいりました、はい、ですからすぐにその後融資に行くか、そういう方ことは別にして、ずっとそういうお付き合い、ご支援を、第一関業信用組合の皆さんがしていただけるというふうに聞いてます、はい、ですからそういう意味ではこのアクセラレーターにもうどんどん手を挙げていただいて、はい、第一関業信用組合とのご縁を結んでいただくというのが今回一つすごく大事なことなんじゃないかなと。いや、すいません、思ってます。なんか私が言いたいことまでありがとうございます。私ども組合なんでね、基本的に今回応募された方は、まあ、皆さんのご希望があれば皆さん私どもの組合になってもらって、でやっぱりそのコミュニティ仲間としてね、みんなでこう未来を築けたらいいな、まあ、そんなふうに思いますけどね。まあ、金融機関主催 の、 まあ、こういうコンテストですから、まあ、ある意味ではお金の部分は私たちが、ね、責任を持ってこれは変な形にならないように、
パブリックリソース財団さん、あるいはプラスソーシャルインベストメントさんとも、ご相談しながら支えていきたいなと、まあ、ただ思う存分ね、やっぱり自らのその思いをこう形にしていただけるような、そんな機会になったらいいなと思うんですけど、はい、本当に楽しみですよね。本当に単にお金を貸してやるっていうことではなくて、今おっしゃったように、同じコミュニティの仲間として、はい、お互い支え合っていこうというような、はい、そういうやっぱり新田理事長の、まあ、お考え、そういうポリシーっていうのが今回のソーシャルビジネスアクセラレーターをスタートできた一番の元だというふうに思ってますし、ぜひともその考え方を形にして、はい、より広い皆さんに、はい、この第一勧業信用組合の、素晴らしさを知ってもらいたいなというふうに思ってます。いや、すいません、まあ、闘争だけでなくてね、やっぱりこの令和、新しい年号、やっぱり日本にとって素晴らしい年号にしたいな、まあ、そんな思いも含めてね、令和元年、いいスタートをね、ご一緒に切れることを本当に嬉しく思っております。本当にありがとうございます。いや、今日はすいません、本当にお忙しい中お越しいただきまして、はい、これからもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。というわけで、今月のゲストは公益財団法人パブリックリソース財団理事長の楠見剛様でした。本日は本当にありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。では次回は7月の第1火曜日にまたお会いしましょう。ではまた来月。スモールさん会員にインタビューしました。会員2年目、千葉ゼミ所属の方です。スモールさんに入会してよかったと思えたことは、当社とそれからスモールさんのゼミ会員の方と4社で協業で、カンボジアに法人を設立することができたことです。これによって、千葉県内での、ビジネスイメージから、グローバルな視点を持てることになりましたので、もう本当にこれはスモールさんのおかげだと思っております。経営者のための知的サポートネットワーク、スモールさん。